同志社女子大学、1876年に設立された女子塾を起源とする。1949年にそれまでの専門学校を母体に設置されたプロテスタント系の女子大学で、六学部十一学科四研究科の構成である。キャンパスは京都郊外の関西学研都市エリア内に、 広大な敷地を持つ京田鍋キャンパスと京都市の中心部に位置する今出川キャンパスの2カ所ある。今出川キャンパスの敷地は京都御所の北隣に位置し、明治時代初期までは伏見宮や皇族と二条院へ御設計の一つの邸宅が建っていた由緒ある土地柄である。1949年2月17日制定の同志社女子大学学則では、 キリスト教主義を基本に、国際主義、リベラルアーツを、教育理念として定めている。リベラルアーツを教育の柱に据えており、大学の英賞も、ロシアウィメンズカレッジオブリベラルアーツ、略称、DWCLA とした。専門分野の研究はもちろん、大学科科目も、履修可能な柔軟なカリキュラム構成をとっており、幅広い教養を身につけ社会で活躍できる女性の、 育成を目指している。近年では、管理栄養士、薬剤師、小学校教員採用試験においても、全国トップクラスの合格率を誇っている。2009年度から学芸学部英語英文学科と、日本語日本文学科を表彰文化学部として開祖し、京都御所に隣接する、今出川キャンパスに移転した。今出川キャンパスの周囲には、三宅の一つである京急や、本庭、 カツラ宮は別邸跡や二門関寺院である、大正寺門関、三寺寺音寺門関、三つる院門跡など数多くの旧跡が残り、気軽に、久家文化に触れることができる環境である。新島城によって1876年、明治9年に、京都御苑内の元久家屋敷、大正天皇の聖母の実家の旧柳原邸内に、設立された。 女子塾、後の同志者女学校を前進とする。新島は女子教育の重要性を当時より認識しており、これが女子大設立の理由となった当時の同志者へ学校は男子学生のみを対象としていた。新島城、妻ま新島屋へ、米国人宣教師エジェイスタークウェザーらが設立に関わったとされる。室町時代に特に栄えた家の日の家の分流で、 国家の名門である。幕末には、柳原三成の次女、柳原愛子が、明治天皇の助官となり、大正天皇を出産した。愛子は、和歌の名手としても知られている。また柳原咲光の妹の柳原白蓮も、大正時代の有名な歌人である。現在その敷地は、国民公園京都御苑の中にある、京都迎賓館の敷地の一部となっており、 今出川キャンパスからほど近い場所にある。気象は、同志社の気象である正三角形を三つ寄せたものの、元に DWCLA、同志社ウィメンズカレッジオブリベラルアーツの略の文字を入れたマークである。ロイヤルパープル、古代紫と、江戸紫の中間色と、白の二色。創立者、新島城の母校、アーモスト大学のスクールカラーと同色。 江森邦とも作詞、原義俊氏作曲。大学祭は、同志社大学と同様に、同志社の創立記念日である11月29日を、前に3日間の前夜祭り、同志社イブが、今出川キャンパスで開かれる。かつては、同志社全学校でイブを開催してきたが、1950年代頃より、独自のイブを開催するようになり、 1962年から正式の大学祭として位置づけられるようになった。同志社女子大学には卒業生全員が加入している同志社女子大学同窓会バイン、バインの会がある。バインとは英語で鶴やぶどうの鶴を意味し大学と卒業生を結ぶ鶴となることを希望して名付けられた。 1986年、関西文化学術研究都市の一部に、田辺キャンパスとして開設され、1999年に、現名称に改称された。同志社大学教田辺キャンパスや同志社国際、中学校、高等学校に隣接しており、広大な敷地を有している。今出川キャンパスは、同志社大学、今出川キャンパスや、同志社女子中学校、 高等学校、同志社幼稚園、京都御園、昭国寺に隣接している。キャンパス内の栄光館とジェームズ館は国の登録有形文化財に登録されている。ジェームズ館は竹田51の設計で1914年に建てられた。また、このキャンパスは伏見宮家とご設計の一つである二条家の跡地であり。 キャンパス東端には二条家屋敷の築地塀の一部が残り、東門の前には出土した礎石の一つが展示されている。2008年に新築された純正館1階ロビーにも二条家屋敷跡出土品展示コーナーがある。アメリカ合衆国16校、カナダ12校、イギリス11校、オーストラリア5校、ニュージーランド1校、ドイツ2校、 中国、2校台湾、中華民国、六校、韓国、1校、フィリピン、3校、ベトナム、2校、タイ、1項。学校法人同士者が設置する小学校は、大学を頂点とした、大学付属学校の形態を取らず、独立の学校群として位置づけられている。なお、同志社小学校、同志社国際学院所等部、国際部に限り、 同志社大学の付属校である。2009年、日本の大学としては3大学目、西日本の大学としては初めて参加した。同志社女子中学校、高等学校等は、付属学校ではなく、学校法人の系列学校として位置、付けられているため、付属学校は存在しない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。